日本平をご利用いただき、日本平ロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。これよりゴンドラは名勝地日本平を後にいたしまして、史跡九堂山へと進めてまいります。ご乗車いただきました、このロープウェイは長さ1065メートル、55名乗りのゴンドラ、海抜が307メートルの腕元270メートルの九堂山を約5分間で連絡しております。次第下って九堂山頂上には徳川家康公を祭りする九堂山東照宮がございます。また2010年12月には本殿拝殿石の間が国宝に指定。